8番ズージュン・リーさん、中国。 Number 8 representing China ズージュン・リー、中国の李詩君、17歳です。日本にも多くのファンがいます李詩君。ソチオリンピックでは14位でした。地元中国大会グランプリシリーズでは6位。チャイコフスキーのバレエです。花のワルツ。最初にコンビネーション、トリプルトリプル、トリプルフリップ、トリプルトーループ。これは転倒になります。第2ジャンプ3回転は回っていたと思います。入り方に工夫があります。フライングキャメルスピン。ワルツのリズムに乗って後半に入って2つのジャンプが続きます。トリプルループ。この入り方も難しいです。ダブルアクセル。2つのジャンプ、出来栄え点でもプラスの入る入り方でしたね。ステップシークエンス。よくカーブに乗ってスピードも出ています。非常に華やかなステップシークエンスですね。中国の李詩君です。ソチオリンピックでは14位でした。ソチオリンピックの時は身長が163センチということだったんですが、この NHK 杯では165センチ、また身長も伸びました。はい、少しはい、成長の、バランスを崩して調子が出ない時もあったんですけれどもね、よくまた戻してきました。はい、練習中からもそんなに悪くはありませんでしたので、はい、ここでコンビネーション決めてくると高いポイントが、入ってくることになったんですけれども、最初のコンビネーションで転倒してしまいました。2つ目のジャンプですね。第2ジャンプですね。はい、最初のコンビネーション、これは第1ジャンプトリプルフリップです。綺麗に回っています。この後なんですね、もうほぼ回っていると思うんですが、どういう判断になるでしょうかね。少し足りないでしょうか。この入り方も非常に工夫がしてありました。トリプルループ、回転はしていたと思います。はい、こういったジャンプの入り方の工夫ということも、出来栄え点プラスを上げる特徴になりますね。
が成長して演技のバランスが崩れたという時期もあったんですけれども、李詩君、この NHK 杯は2年ぶりの出場になりました。最初の失敗はあったんですけれども、中盤から後半に向けて非常にこう華やかな、とてもいいショートプログラムだったと思います。はい、去年東京での NHK 杯、欠場してしまいましたので、日本のファンも待っていました。李詩君です。2年ぶりの登場になりました。The score, please. 李詩君のパーソナルベストは 62.84 です。1月の四大陸選手権で出したポイントです。56.44、1点の減点がありました。56.44です。技術点 29.43、 演技構成点が 28.01 です。ここまで滑って第1位です、李詩君です。2位がアメリカのガオ、3位がカナダのデールマン、日本の加藤里央奈はここまで8人滑ったところで第4位ということになりました。8番ズージュン・リーさん、中国。 Number 8 representing China, ズージュン・リー。残りが5人になりました。中国の李詩君です。ショートプログラムの順位が、低かった順に演技を行っていきます。中国大会、地元では6位でした。これがグランプリシリーズ2戦目、2年ぶりの NHK 杯です。ローリー・ニコルの振り付けでのムーンリバトリプルフリップ、トリプルトーループ、ステッピングアウトしてしまいましたね。ダブルアクセル、トリプルトーループ、これは綺麗でした。エッジの向きを気をつけたい次のルッツです。トリプルルッツ、ちょっとインサイドに倒れていたかなという感じもするんですが、ここからはステップシークエンスです。スケートもよく伸びていますね。体全体を使って優しく優雅に、綺麗なステップになっていると思います。
レオシークエンス。ダブルアクセル。ムーンリバーを4分間演じ切りました中国の李詩君です。去年はこの NHK 杯に出ることができませんでしたので2年ぶり2回目の出場になります。李詩君、この後は宮原です。そしてそのさらに後が村上佳菜子。集中しています。去年世界選手権があって初めて出場していきなり7位に入って、その潜在能力の高さを伺わせました李詩君。ただその後体が成長して演技のバランスが崩れました。165センチまで身長は伸びたんですが、徐々にそのうまくバランスを取って自分の演技を取り戻してきているというところもありますよね。本当ですね。やはり前回の大会よりもだいぶこう演技内容も、うん、すごくこうブラッシュアップされて、はいはい、どんどんこうシーズン中盤に入って良くなっているんじゃないかなと思いますね。ただルッツジャンプがやはりインサイド踏み切りで、ルッツはアウトサイドで踏み切らなくてはいけないので、そこで少しやはり違反が、この左足ですね、そうですね、出てしまいますと点数が引かれてしまいますね、出来栄え点の方で。中国大会でもそのあたりを、厳しく取られました。今シーズンから、ね、その踏み切りの向きというのは厳しく取ってきているわけですけど、そうですね、基礎点でも 70% の減点になりますので、プラス GOE 出来栄え点でもマイナスということになりますと、やはりそのルッツですと、もともと持っている基礎点のポイントが高いですので、はい、ただ他も転倒などはありませんでしたので、うん、トリプルルッツというジャンプは 6.0 という基礎点、はい、それが7割になってしまいますので 4.2 になってしまいます。そうですね、確実に回転をすること、踏み切りも確実にそのエッジ、はい、両方インサイドかアウトサイドを使うこと、ランディング後も流れること、この3つが必要になってきますので、今シーズンからは本当に選手皆さんにとっては本当に厳しいルールになりますね。中国の李詩君です。技術点とそれから、プログラム全体の構成質を5項目に分けて10点満点で評価する、演技構成点、この2つで採点されます。すでに高めている宮原さと子、次の滑走です。あと最後のジャンプのダブルアクセルも回転がちょっと気になりますね。どういった判定になりますでしょうか。回りきれていればいいんですが、中国の李詩君得点が出ます。 111.95 このフリーで出すとトップに立ちます。加藤李央奈を抜いてきます。 106.46 加藤李央奈を抜くことはできませんでした。依然として加藤李央奈トップです。 162.90 というポイントになりました。ここまで滑り終わったところでは第3位の李詩君です。依然として今日パーソナルベストを出しました加藤李央奈がトップを守っています。残りは4人です。